ですね。で最後ですね、最後メインですね、はい、朝倉未来 VS、萩原恭平ということで、この試合はもう試合前から本当にすごかったですね。なんか2人の、うんうん、もう煽り合いというか、うんうん、空気感がなんか久しぶりになんか試合前からこう盛り上がってみんなが注目する試合っていうのがあったんじゃないかなっていう感じじゃない？確かに確かに。軽量の時とかすごかったですもん、ね、バチバチの。いやでも本当に2人ともさ元アウトローというか、うん、不良 で同じような境遇で上がってきてみたいな、いいストーリーがありましたよね本当に、うん、でなんか煽り部位とかもさすごい上手くてさ、なんかもう萩原選手がもしかしたら勝つんじゃないかっていう雰囲気すごい出てたじゃん。うん、確かに。あれ煽り V のさテクニックだよね。とあと萩原選手の見せ方だよね。うん、まあ、でも本当に本人多分自信あったと思いますけどね。うんうん、で試合結果は、まあ、兄貴の完勝でしたね。もうテイクダウン入って、まあ、萩原選手が寝技がね苦手なんで、まあ、今回、まあ、作戦でもその苦手な部分で攻めていこうっていう作戦だったんで、完全にそこを徹底して完封してましたね。うん、多分萩原選手はもう殴り合いをしたかったと思うんですけど、まあ、そこには一切付き合わずっていう、多分付き合ったとしても、まあ、勝つとは思うんですけど、本当にリスクを起こさない戦い方というか、スマートに勝ちましたね。うん、組力にやっぱ差があったかなっていう印象ですね。その萩原選手は結構その柔術の先生とかに習って寝技を強化してきたって言ってたんですけど、まあ、10ヶ月間ぐらい試合してなくて、その期間にすごい強くなってるみたいなこと言ってたんですけど、やっぱ組み技って、ね、すぐにはなかなか強くならないんですよね。まあ、やってるから分かるんですけど、本当にそんなすぐに身につくようなもんじゃないんで、そこの差はやっぱありましたね。うん、僕なんか見てて1ラウンド目の組みつけのところめっちゃうおーってね。あー、当たってなかったですよね、多分胸ぐらいですね、うんうんうん、胸に当たって、うん、一瞬怖ってなったんですけど、ニータップっていうようなもの、肩のところを押して倒すテイクダウンを作戦で立ててて、うん、それを完璧に決めてましたね。うーん、で簡単にテイクダウン取れてたんで、まあ、それは抑えもね結構うまいんですよね兄貴の、立ちづらいんですよかなり、うん、なんで多分萩原選手も想定してたより多分なかなか立てないなっていうイメージだったと思うんだよね。で抑えられてるとどんどん消費していくから下が、だから多分後半はもう力がなかったっていう感じの印象でしたね。うん、うん、でも打撃に関して言えば萩原選手も本当にいいもの持ってるなっていうのを感じましたね。そのセコンドで見ててやっぱりうまいし技術も高いですし、あとはね気持ちの強さがすごいですね。もう最後の最後まで本当に倒しに行くぞっていう目をしてましたね。あれは本当にメンタルとかも多分強いですし、うん、気持ちの強さがすごい出てましたし、もう花のある選手だなと思いましたね。ねえ、なんか魅力あるよね。魅力ありますね。あるですね、すごい。まあ多分年齢もまだ若いしね、多分こっからどんどん強くなっていくと思うんで、ね、まだやっぱ寝技の技術はうん、まだ全然雑なとこあるんで、そこが強くなったら今後、うん、楽しみですね。うん、なんかまた絶対リベンジするみたいなことを言ってたみたいですけど、うんうんうん、本当に楽しみですね。なんかまた何年後かとかにまた見たいですよね。見たいですね、うん、普通に。でも多分怪我とかはしてないのかな、お互いしてないんじゃないかな。本当、うん、普通なんか足怪我してあ、なんかちょっと痛めたっぽいけどね。本当、今日検査するとは言ってましたけど、蹴って痛めたみたいなこと言ってましたね。あ、そうなんだ、うん、早く見たいですね2人とも、うん、年末2人ともやっぱり出るんですかね。年末見たいね。見たい。で兄貴は斉藤選手とお店が戦いたいって言ってたんで、うんうんうん、まあ、タイトルマッチができたら一番理想じゃないですかね、うんうんうん、だから俺もトーナメントで優勝してベルトを取って、で兄貴もリベンジしてベルト取れたら一番最高の形なんじゃないかな。最高ですね、それは、うん、今年の目標ですかね、それが。うん、はい。でも本当になんか試合前から試合の最後まで本当にすごいいい大会だったなと思いましたね、うん、2人が
作り上げたすごい試合だったなって思いましたね。いや面白かった本当に。やっぱそのなんか試合内容だけ見るとさ、そのあの判定でみたいなあの地味な感じになったのかもしれないですけど、やっぱなんかその煽り合ってるからさ、なんかもう何絶頂になってるわけだみんな、うん、盛り上がりが、うん、だからなんかああいう試合になるとやっぱちょっと残念だったっていう人もいると思うけど、うん、まあそこも含めてまあ総合格闘技のさ良さというかだと思うんで、僕はでもなんかすごい新鮮だったっすけどね、なんかああいうグラウンドのなんかみくるさんの、まあ、なんていうんですか試合は食べたね今日も俺結構ねあのね萩原選手の服装がねいつもおしゃれだなと思ってるからね、割と注目してるんだよいつも。そこそこ、だからなんかそれこそこの間マイクで出てきた時とか、この間の会の時の大会ですごいおしゃれだったからかっこいいなと思って、俺いつも結構注目してるの。独特な服装ですね。確かにそうかっこいい、うん、いやでも兄貴の戦い方はやっぱりなんかスマートだよね。なんかそうだね、うん、本当に冷静だよね。そのさ、うん、煽りはもうバシバチ で、うん、でそのさリングに上がって試合ゴングが鳴るまでもずっとバシバチだから、あの頼むからそのまま行かないでくれって思うんだけど、うん、本当に冷静なんだよね、うんうん、めちゃめちゃ落ち着いてる。俺にはないものだよねそれ。俺があの身につけなきゃいけないものだっていつも思う本当に、うんうん、めちゃめちゃ煽り合ってるのに試合は超冷静、うん、でもう何そのリスクを負わない戦い方をするし、ね、うん、もう勝利に徹底してるよね。そう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 、いやそこを俺も学ばないといけないところですね。あったじゃないですか、この間お兄様の1000万円企画、うん、はいはいはい、ストリートで勝ったら1000万ね。そう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 、ちょっとあれについてね、あのなんか快適に意見といいますか感想を聞かせてもらいたいなと思いまして。聞きたい感想ですか。そう、うん、でも盛り上がったんじゃない。めちゃくちゃ盛り上がってたよね。賛否は両論あるよね絶対それは、うんうん、もうやる前から分かってたよ、ね、絶対荒れるっていうのは、うんうん、確かに間違いなく荒れると思ったし、俺ずっとさその何やる前から怪我しないでほしいなんてずっと言ってたじゃん、うんうんうん、あの挑戦者の方たちが、うんうんうん、それだけめちゃめちゃ心配だったから。まあでも、うん、ボコボコでしたね残念ながら、うん、そりゃそうでしょっていう、うん、まあ、プロ格闘家ってさそれだけをやってるからさ練習、そのために練習積んでる人とさ、ね、何もやってない人がやったらそうなるよなっていう、うん、当たり前でしょっていうのはあるから、あれだけどまあでも何その結構危険だっていう声が多分多かったと思うけど、うん、なんか その設備とかもすごい安全を考慮してやってたっぽいよね。でもあいろいろ考えられてさ、椅子とかなんか椅子とか全部ああいうのね、うん、で俺から言わせてもらうとめちゃめちゃ手加減してたなっていうのを思うよね。ああみくるさんが全然力に抜いてたよと思って。あ、うん、あれでそう、めっちゃ抜いてるの分かって俺は。そうなんだ。その最後のさあのキックの現役チャンピオンの人、ハンドラゴン選手の時は多分ガチでやったと思うけど、うんうんうん、あの他の2人の時はめちゃめちゃ手加減してるなっていう印象でしたけど、うん、まあなんかその致命的な怪我をね負わないようには考えてやってるなっていうのは、実際ハイキックとか打ったらさ本当に、ね、飛ぶっすよね、危ないよね本当に、うんうん、命の危険とかもあるから、まあ、その辺は怖いなとも思いましたけど、まあ、それは一番分かってコントロールしてたんじゃないですかね。なるほどね。カイ、うん、はなんか話来ないのかな。めちゃめちゃ言われますね俺も。あ言われるね。あの見たいって、ね、視聴者さんからね、次はあの弟でってやってくださいみたいなめっちゃ言われるんだけど、うん、あの一つ言わせてもらうとあの僕の方が危ないです。そうなんかもう本当に。あ兄貴さ試合とか見てもさなんかレフリーが
止めに入る前に止めたりしてるじゃん。あ、そうですね。で、なんか本当にコントロールできてるよね。うんうん、だけど、俺の方がもう本当にレフェリーが割って入らないと止まんないぐらい危ないから、うん、俺は絶対やらないですね。怪我させちゃう可能性があるんで。レフェリー殴ってたもん。レフェリー入りながらもうなんか、腕がギリギリまでもう行ってるですからね。そう、だから自分は、まあ、怪我させちゃう可能性があるんで、絶対やらないっていうのは、もう決めてるんですけど。だからさ、ね、YouTube の企画とかでもあんまりそういう、ね、素人相手にスパーリングとかっていう企画あんまりやってないじゃん。うん、まあ、喧嘩自慢とかもだからやっぱあんまり俺は ねやらないかなっていう。なるほどね。向こうからなんかやりたいって来てやるならいいかもしれないけどさ、うんうん、自分から誘ってやるみたいなのはあんまり俺はやらないかなっていう。あ、なね、危ないの分かってるんで。サイコパス。完全に。まあまあコントロールできると思うけど、うん、まあ、もちろんできると思うけど、まあ危険ですよっていうことでね、あの皆さんあのやってほしいっていうのをやめてください。あ、うん、まあ、難しいところですよね、本当に。